学者。レジップ・タイ・ップ・エルドアン政権で、初代副大統領を務めている。元首相富次官。1964年に、ヨズガトシュ・チェケレクで誕生した。1985年に、チュクロバ大学経営学部を卒業後、同大学の研究助手として勤務した。1990年に、アメリカの自動車産業の中心地である、ミシガン州デトロイトのウェイン州立大学で、 製造工学とビジネスの修士号を取得した。そして同じ大学で産業工学の博士号を取得し、航空及び自動車産業を専門としており、また米検と大学の経営管理部長と副学部長を務めた。2008年から2012年の間に、トルコ航空で戦略的計画、事業開発、販売、マーケティング、生産計画、情報技術を担当する。 副総支配人を務めた。トルコ航空宇宙産業の取締役会と、トルコ航空の技術委員会のメンバー及びトュルク、テレコムの取締役会の副会長も務めた。2012年1月2日から2016年6月19日まで、災害及び緊急事態管理の責任者を務めた。そして二千十六年六月十九日から二千十八年七月九日まで、 首相府の次官を務めた。2018年7月10日にトルコの初代副大統領に任命された。奥イは結婚していて、3人の子供がいる。ありがとうございます。